お、お好きな人にはたまらんでしたい。まさしく ISCO 期待通りだ、宗像。はっ、強烈至極に存じまする。似合うぞ、修二。修二、口を慎め。その通りだ、修二。お前には助走してもらわねばならない。胸パッドは特殊加工で防弾性だ。すごいだろう。今回の任務は私立セントテレジア学院へ潜入し、要人2人を護衛すること。そして私立セントテレジア学院はカソリック系の完全寮制女子校だ。うん。うん。降りられません。さっきはできたじゃないか。最後は鼻血出してぶっ倒れてたけど。私立セントテレジア学院といえば、高級官僚や財界の親を持つ娘が通うことで有名なお嬢様校。培養された清らかな百合の花たちがお茶会を催しているような場所なんだぞ。ごきげんようとか言うぞ。最高の環境じゃないか。頼む。任務を引き受けてくれ。うん。でも、失敗しちゃダメ。他に誰がこの任務を引き受けるんだ？三上に女学生の真似をしろというのか？お前、それは無茶すぎるだろう。助教師としてならともかく。
ダメ、教師じゃ四六時中ターゲット見張れない。全寮制学校だって言っただろ。お願いったらお願い。これは命令だ。シールドナイン。私の趣味はあまり入っていない。多分。これはお前の体育、護衛能力を考慮した上でのプランなのだ。是が非でもやってもらう。ふざけているわけじゃない。これは仕事だ。修二、わーい、わーい、やったー。ああ、護衛対象はこの二人だ。